はい、こんにちは。バーチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストのゴッドバリキリアキレスバージョンレイヤーとトルネード一番レイヤーです。ということで、こちらがテレビくんの8月号、そしてこちらがコロコロ一番かの8月号にそれぞれついてきたレイヤーですね。うん、これで今回は遊んでいきたいんですが、はい、その前に黄金の5秒間やりたいなと思います。またちょっと変な顔出ちゃう。この間にチャンネル登録や高評価お願いしますね。せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。終わった。登録してくれたかな、高評価もしてくれたかな。じゃあ早速開けていきましょう。コロコロ一番の方にはポケモンカードも入ってたね。うん、テリブ君の方にはこのカード2枚とグッドバソウルのメダルとレイヤーが入ってたね。あ、なるほど。じゃあ、それぞれステッカー貼っていきましょう。はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがトルネード1番ですね。うん、トルネード Y 番なんだけどね。そうだね、こうくるくる回るような感じですね。うん、で、改造はこれでいきたいなと思いますね。ゼロフローディボルブですね。うん、はい、じゃあセットしてみよう。ういあ、柔らかめ。うん、十分柔らかいね。あ、でもいなすからね。そうだね。そしてどう、これマッチングいいじゃん、色的にね。うん、続いてこちらがゴッドバルキリーのアキレスバージョンですね。うん、何がアキレスバージョンかっていうと色だね。色、ただ色が赤いだけです、うん、で、この改造はシックススターアルティメットリブート。そうだね、なんでストライクゴッドバルキリーのやつ、うん、この改造でいこうよ。はい、なのでこのゴッドチップのところストライクゴッドチップにはめ替えましょう。はい、じゃあ今回のこの2つの赤いベータイ、うん、最新の超絶赤いベータこれと対決しましょうか。うん、赤赤対決。そうだね。じゃあいつものアングルでシュートしていきましょう。はい、はい、じゃあ早速対決していきましょう。新聞が使うのはトルネード1番レドフローディボルブでいきます。はい、じゃあまず私はこちらでいきます。リバイブフェニックス10フリクション。はい、3、2、1、ゴーシャッゲッ。さあ、ひなし対ひなしアーマー。ゴーシャッ。アーマーだ、アーマーが暴れる。ゴーいなしていなしていなして、あーやばいやばいや、アーマー、よし、3、2、1、ゴーシャ、いけ。さあ、アーマー、アーマー外れろ、アーマー外れてバーストしてやれ。うん、いや、バー、アーマー外さなくてもいいや。お、お、お、なに、いけ。あー、ちょっと、体勢崩されちゃった。うん、こっちは、うそー3、2、1、ゴーシャ。僕はストライクゴッドバルキリーシックススターアルティメットリブートアキレスバージョンでいきます。はい、じゃあ私はブラッティロンです。ゼロバンプジョルトでいきます。うん、レベルチップ付きです。3、2、1、ゴーシャッ。いけ。あー、よし、よし、あら、よし、よし、あー、3、2、1、ゴーシャッ。いけ。これで1回当てれば、当てれ、よし、よいしょ、3、2、1、ゴーシャッ。いけ。当てろ、当てろ、当てろ、あれ、よし、当たった。あれ、アルティメットリブートがないけど、どうした。アルティメットリブートしないんだけど、あ、いました、おっそ。あ、ちょっと微妙な感じになっちゃった。いけ。あ、でも勝てるかな。よし、あ、もういいです。じゃあ私はこちらでいきます。トルネード1番ゼロフローリボルブでいきます。はい、僕はブラッディロンギネスゼロバンプジョルトでいきます。レベルチップ付きです。はい、3、2、1、ゴーシャッ。いけー。あー、やったー。今回全部ベイが赤だったね。うん、レイヤーがね。うん、だけど真ん中の色とかでわかるの。そうね、ゴッド対超絶だからね、今回は。今んとこゴッドじゃない、超絶優勢。あー、3、2、1、ゴーシャッ。ゲッ。あ、やばい、やばい、やばい、当たっちゃダメ、当たっちゃダメ。ふぅ、なんとか避けてる。でも、いなすか、いなすか。ゲッ。あ、やばい、やばい、やばい、大丈夫かな。低速バースト。え、大丈夫でしょう。バースト。よし、3、2、1、ゴーシャッ。いけ。はい、はい、あ、やばい、はい、これは当たり、当たり、はい、でもいなしてる、いなしてる、いなしてる。あ、この時点でバーストしなければいけるんじゃないの。いけ。おー、やられちゃった。
じゃあ私はこちらでいきます。ストライクゴッドバルキリー、シックススターアルティメットリブートのアキレスバージョンです。はい、僕はリバイブフェニックス、テンフリクション、レベルチップ付きでいきます。はい。3、2、1、オーシャン！いけ！うわぁ！ショーマー！あれ？3、2、1、オーシャン！3、2、1、オーシャン！いけ！うわぁ、また好勝負だな、これ。はい、ということで今回はベイベードバーストの赤いゴッドベイ対赤い超絶ベイ。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひ良い方になっていいねボタン、高評価、グッドライクをお願いします。そして今日友達にも教えてあげてください、うん、そして今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、そしてチャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで最後に初めてリバイブフェニックスバーストした、うん、興奮しちゃったな。アーマーがここ行っちゃったね。そうだね、うん、明日ガンダムブースターボリューム11が発売なので楽しみだね、うん、それはもちろん動画にしたいと思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。